皆さんこんにちは、罰ゲーム動画です。こんにちは。麺、じゃあ罰ゲームじゃないって。あ、そうです。はい、チャレンジ動画で、何回ここで言うの。本当ですよね。何回間違えるんでしょうか。本当にごめんなさい。で、今日は麺、あなたはどっちが好きっていうので、カジちゃんがあったかい方、私は冷たい方ということで、冷たい方がなんと大差で負けてしまいました。当たり前じゃない。もう全然納得いきません。冷たいのも冬でも大好きですということで、私が進行ってずっと言い続けたいと思います。機会あるごとにね。はい。で、私が進行させていただくんですが、今日はですね、 OCTV ナナちゃんからの質問です。じゃじゃーん。好きなお弁当の具、好きなお弁当の具、カジちゃんは卵焼き。シンプルですね。私はね、好きなお弁当の具はね、まあこの間ナマスだろ、ナマス。ナマスだろ。酢の物ね、大好きなんですけれどもね、キュウリの酢の物とか、あとね、この間食べてすごい美味しかったのがね、やっぱりウドの酢味噌和え、最高だと思う。それはうまいけどさ。ね、美味しかったですね。あれお弁当にね、こうラップかなんかでキュッキュッってやって喜ばれると思いますよ。どっちにしたってラップ開けるじゃない。まあ確かにね。そしたらみんなにこうパーンとこうウドの酢味噌の匂いがですね、立ち込めるわけですよね。余すほどじゃないと思うよね。ないですかね。あのね、やっぱりね、黄色いたくあんとかお弁当には必需品だと思いますよ、私的にはね。あとは福神漬けとか、福神漬け、カレーによく入ってるやつ、あれもお弁当に最高なんですけど、私ね、お弁当の具材、だけどそれ具って言うのかな。いや確かに具なのかな。確かにね。自分が一生懸命作るのは、今の時期ですとアスパラをベーコンで巻いて、あれはね万能です。ただアスパラをベーコンで巻いて焼くだけで、一時期凝ったのは、もう私ばっかりのコーナーになっちゃいますね。あのね、今卵巾着、俺はもう言ったからさ、卵焼きって、卵焼きでしょ。あとね、卵巾着っていう揚げをね、2つにバーンと切るんですよ。その間に卵をヒュッとこう入れて、そしてちょっとお出汁で煮るんですけれども、お弁当に最近ね凝ってますね。家族からもなかなか評判がいいです。皆さんはどんなお弁当の具が好きですか。こんな感じでした。で、今日は何かあるんですね。はい、それではですね、太田さんに、はい、早口言葉ダメですよ私。土壌、土壌、土壌を10回言ってみてください。土壌、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 土壌。では相撲を見るところは土俵。バカ。ああ、そっか。観客席でーす。土俵はお相撲さんが試合をするとこでーす。なるほどね。そうきたか。悔しい。なんか罠にはまった気分です。うわー、罰ゲーム動画でした。